ザバラ軍はアメリカ合衆国テキサス州の南西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は1万1677人であり、2000年の1万1600人から0.7%増加した。軍庁所在地はクリスタルシティ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ザバラ軍は1846年に設立され、軍名はメキシコの政治家で、 テキサス独立宣言の署名者、かつ、テキサス共和国の初代副大統領を務めた、ロレンソ・デ・ザバラにちなんで名付けられた。ザバラ軍庁舎前の、大液兵器年費放射性炭素年内測定によって、ザバラ軍の統治がフラット遺跡が15世紀と16世紀に、パクアチェ族が使われていたことを示している。クリスタルシティの考古学者、 T.C. ヒルが1972年から1973年にこの遺跡の発掘を行い人工物を発見した。チャパロサ牧場ではテキサス大学サンアントニオ号の研究者によって100以上の古代遺跡が確認されている。パクアチェ族の後はコアウィルテク族、トンカワ族、リパンアパッチ族、メスカレロアパッチ族、コマンチ族などのインディアン部族が入ってきた。 ザバラ軍に含まれるリオグランデ川とニュエセス川の間の地域は野生場の砂漠と呼ばれる境界論争があった地域であり、テキサス共和国もメキシコ政府もはっきりと統治したことはなかった。米北戦争が終わるまで領有権の論争が続いた。その後のこの地域は無法者で溢れるようになり、開拓者を怖がらせた。1930年代にメキシコと アメリカ合衆国の間で合意が形成され、昔メキシコ政府が与えた土地特許の継承者に損害賠償を行った。1846年、ザバラ軍が設立され、メキシコの開拓者でテキサス独立宣言の署名者でもあるロレンソ・デ・ザバラにちなんで名付けられた。軍は1858年に組織化されたが、軍名に誤って L が2つ入り、ゼバーラとなっていた。 綴りを修正したのは1929年になってからだった。ベーツビルの町が軍庁所在地になった。1928年の軍民投票でクリスタルシティが新しい軍庁所在地になった。1867年頃、グレイ・ホワイトとビビアンの家族がコメタに入植した。1870年にはラモン・サンチェスとガルバンの家族が1871年には j フィッシャーが加わった。ほぼ同じ頃にマーロの開拓地ができた。当初は牧畜業が盛んだったが、過放牧によって草地がダメになった。その後のザバラ軍は商業的に山を育てる州内最初の軍になった。軍内最大の牧場であるアイクティ・ラブライアが農業用に土地を売り出した。そこに出現した町はラブライアと名付けられた。 開発業者の E.J. バッキンガムとカール・グロースが1905年にクロスエース牧場の96,101エーカーすべてを買収しクリスタルシティの町の区割りを決め残った土地を10エーカー単位の農場に分割して販売したザバラ軍、リミット軍、フリオ軍、ラサール軍はテキサス州の冬の庭園地域とみなされている。考え施設と穏やかな冬の気候が この地域で一年中植物の栽培を可能にしている。1917年から1918年の冬にほうれん草が導入された。毎年開催されているほうれん草祭の第1回は1936年に開催され、第2次世界大戦中は止まったが、1982年に再開された。ほうれん草を食べるポパイを暗室した漫画家の ECC ー,ーは、 ウィンターガーデン商工会議所からアメリカの食卓にほうれん草を奨励した功績に対して感謝状を受け取った。シーガーの編書は2つの新聞に掲載され、シーガーの好きな野菜をどこでも子供たちが楽しめるように奨励した。シーガーは後の1937年に世界中の子供たちすべてに捧げたポパイの彫像を建てることを認めた。 バミューダ玉ねぎも主要産品になった。ほうれん草、ソルガム、綿花が三大作物だった。1989年時点の主要産品は、ほうれん草、綿花、ピーカン、トウモロコシ及び玉ねぎだった。クリスタルシティのテキサス家族収容所は1930年代に移民労働者の宿営地として始まった。それが閉鎖されるまでに、ドイツ人と日本人の戦闘員とその家族、 ラテンアメリカ人と少なくとも一つのイタリア系、ラテンアメリカ人家族、さらにドイツ系と日系アメリカ人の家族を収容した。家屋と保安手段のために100エーカーの広さがあった。さらに190エーカーが農業と個人住宅に充てられた。ドイツ系だった最初の収容者は1942年12月12日に到着し建設業務に当たることが期待され、 1>, 1時間10セントが支払われた。1943年に70床の病院が建設され、収容者の子供たちのために学校も建てられた。収容者は保育園と幼稚園を運営した。運営開始から1945年6月30日までに4751人を収容し、新たに153人が生まれた。 この収容所は1948年に閉鎖された。1910年のメキシコ革命から大量の移民労働者が国境を越えて軍内に入り農作物を生産するようになった。1917年と1918年にはメキシコの革命カパンチヨビリアがリオグランデ川を越えて無法者を送り続けた。クリスタルシティでは時計団を組織し、 ビラから来た者に対する防衛を図った。1930年までにクリスタルシティは圧倒的にメキシコ系アメリカ人で構成されるようになっていた。同年、南テキサスの軍では最大となる労働者率と最低の借地能率となっていた。農園経営者はイギリス系アメリカ人であり、オザクミノリア農園労働者はヒスパニックだった。1950年代末までに 軍内の高校を卒業する者の,の過半数はメキシコ系アメリカ人になった。1990年、軍人口12,162人の89.4%はヒスパニックだった。1962年から1963年、漁者組合のフアン・コルネホとスペイン・語ア者政治協力機構が、軍内の缶詰工場労働者と、 農園労働者のヒスパニック系を組織化し、市政委員会の委員をすべてラテン系住民で占めることに成功した。この出来事はクリスタルシティ革命と呼ばれるようになった。1970年にクリスタルシティとザバラ軍で結成されたラザウニダ島がテハーノの間に大きな自己決裁能力をもたらした。アメリカ合衆国国政調査局によれば、 群域全面積は1302平方マイルであり、このうち陸地1298平方マイル、水域は3平方マイルで、水域率は0.25%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。